こちらインタビューブースの山崎です。現在こちらには男子高校円盤投げで見事優勝されました敦賀気比高校の行方正樹選手に来ていただきました。行方選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。見事大会新での優勝ということですが、狙っていましたか？はい、ベストがもう大会記録を超えてたんで、はい、狙っていきました。なるほど。では今日の投てきを振り返っていかがでしたか？今日はアップの時調子が悪かったんですけど、ちょうど本番にうまく合わせれたと思います。素晴らしい。本番で力を発揮できる選手ということで、気比高校でも激しい練習を普段からされていると思うんですけれども、何か心がけていることありますか？投げの面では、ファールをしないってことを気にしています。普段の練習からファールをしないことを気をつけてると、はい、本番でもしないんです。はい、自分の投げは、リバースをして投げるんですけど、リバースをしないっていう投げを取り入れた後に、リバースして投げるっていうのを意識してます。なるほど、ありがとうございます。それでは、次北信越新人を控えていると思うんですが、何か目標や、抱負があれば教えてください。北信越新人では、まだ自分の記録を上回る選手が結構いるんですけど、45メートル以上投げて優勝したいと思います。はい、わかりました。それでは頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。敦賀気比高校の行方正樹選手でした。